どうもこんにちは。今回はですね、前回の続きなんですけども、スキレットカバー、これを作っていこうと思います。で、スキレットはこれですね、100均のダイソースキレット、これのここのところ、持ち手のところのカバーを作っていこうと思います。これでまず型紙を作っていこうと思います。どれぐらいの大きさですかね。多分こう2つがこう重なるんで、ギリギリに作るとちょっとまずいと思うんですよね。なのでちょっと大きめに作った方がいいかな。これぐらい、ここぐらいですかね。作ってみないことには分かんないですもんね。ちょっとじゃあこれでやってみよう。じゃあこの線を切っていきます。結局足りないものはやっぱり100均で買うようになりました。はい、こんな感じで、とりあえず幅はこれぐらい、幅はこれぐらいにしてみます。幅がですね、 4.2cm ぐらい、こんな感じですね。こんな感じになる予定です。で、あとはこっち側、曲線が難しいですよね。曲線が難しい、すごく。まあもう適当にここは行っちゃいましょう。はい、とりあえずですね、こんな感じで型紙を作りました。で、やって思ったんですけど、ちょっと型紙を段ボールで作るってのは結構難しいかもしれないですね。この角とカーブの辺とかがこれでいいのかなっていう感じなんですが、とりあえずこうなってます。こんな感じ。じゃあ続いてですね、革ですね、革に印をつけていきます。こんな感じでとりあえず革に印をつけてます。もう片方の、ちょっとですね、段ボールでやっても失敗だったかも。上と下でもしかしたら若干のズレがある可能性があるかも。とりあえず型紙から印をこうやってつけましたので、今度これを切っていく作業かな。とりあえずですね、これを切っていこうと思います。あ、結構スパッといけますね。スパッといけるな。結構切れるもんですね、これ。すげえ切れる。カーブがちょっと難しいけど、こんな感じ？ちょっとガタガタになってますが、まあこれは後で修正しようか。とりあえずちょっとガクガクになっちゃってますけども、まあとりあえずこれで OK としようかな。とりあえずはですね、これでカットはまあ一応一段落として、そうですね、表と裏分が多分できたはずです。じゃあ今度はですね、これコンパスです。コンパスでこう縫う印をつけていこうと思います。この幅なんですけども、幅は4ミリぐらい、幅はこう4ミリぐらいで取ってます。この幅もですね、全然わからないんで、とりあえず形になればいいだろうということでやっていきますよ。ガクガクですね。ガクガクになっちゃったな。これ多分ですね、この端っこの方をちゃんとガクガクにならないように落としとかないと、うまく線が引けないっていうのが分かりました。分かりますかね、これ。ここガクガクです。ちょっとですね、これもやり直しましょう。やり直した方がいいと思うな。
とりあえずこちらが型紙の改良版です。ちょっと段ボールはね無理があったですね。画用紙とかだったらいいのかもしれないですけどね。さあ、まあ、とりあえずそういうことで、なんか自分のやりやすいやり方でやった方がいいような気がしてきましたね。どうでしょう、これでさっきは全然いいですね。さっきはちょっと無茶だったのかな。じゃあもう一回皮をカットすることをやっていきます。まず適当なところで切って、うん、さっきより結構綺麗ですよ。結構ざっくりいけますね、これ。とりあえずこんな感じで、ちょっと角がガタガタなんでこの辺を削っていっちゃいましょうか。削れてる。で、今回のですね、このレザークラフトの方法なんですけども、本とか見てなくて基本インターネットの情報だけでやろうと思ってます。こんな感じで、革製品っていうのは組み立てていくんだよっていうようなやつですね。なのでちょっと工程的に間違ってるとか、そこはやり方違うよってところがあるとは思うんですけども、まあまあちょっと初心者がやるということでゆっくり見ていただけたらなと思います。固定してこれで削っちゃいましょう。結構地道な作業ですけどね。さっきのように1回目何が失敗したかっていうと、多分ガタガタのままやっちゃったからだと思うんですよね。ガタガタにやるからコンパスでもガタガタの印しかつかないっていう、すごい根本的なところだと思うので、ここなんか結構大事な部分だったりするのかな。このヤスリがけするっていうのがですね、思いの方が楽しいんですよね。とりあえずですね、ヤスリがけをしてみました。どうでしょう、結構丸くなったかな、結構丸くなったかな。これでさっきのですね、ガタガタで印をつけ始めるよりかは全然良くなったとは思うんですけどね。とりあえずこれで次の工程に行っちゃいますか。じゃあさっきうまくいかなかった部分ですね、これコンパス。どうだな、今回は。とりあえずガイドが引ければいいんで。ちょっと線は引けたかなっていう感じですね。じゃあこれでこれから目打ちですか。これまた難しいですね、これが。ああ大丈夫か。ここの線に合わせて、1回目の目打ちができました。じゃあこれを最後の1個合わせて打ちます。これを延々繰り返すっていうことですね。細かくなってるところは
2本で打っていくっていう感じですね。穴の位置を合わせるってのが難しいですよね。どうやってやってるの？一応目打ちは終わりまして、こんな感じになってます。ただですね、こっちとこっちがちょっと合わなかったんですよね。なんでだろう。こんな感じで一応終わったんで、これから縫っていく作業になっていくのかな。なんかあんまり綺麗じゃない気がしますけども、まあいいか。とりあえず今度はこれをとりあえずボンドで貼り合わせましょう。薄く塗りますね。薄く塗って貼り合わせると、一度貼り合わせます。貼り合わせて布をかぶせて、ボンドが乾くまで止めていこうと思います。ここはしなくてもいいのかもしれないんですけど、まあまあ一応ですね、なんか気分的にやっといた方がいいのかなと思って、とりあえずこの状態で、そうですね、30分ぐらい乾かすために様子を見てみようと思います。はい、ボンドを塗ってですね30分経ちました。立ったものがこちらです。どうでしょうね、うまくできればいいんですけどね、まあ、何とも言えないので、ちょっとですね先に進めていきましょう。とりあえず針なんですけども、前回の動画でですね、このサンプルをいただいたっていうお話をしたんですけども、こっちの方が長いので使いやすいということだったので、今回はこれをいきなり使ってやってみようかなと思います。糸はこちらですね。もうわかりますかね、固まってる状態です。ローが引いてあるので、で長さなんですが、どれぐらいやったらいいのかな。これがだいたいざっと長さなので、これの4倍から5倍、とりあえず1、2、3、4、5、これで多分5倍ぐらい取れたと思うので、これでやってみましょうか。針に糸を通します。通したらちょっと長めに取るのかな、長めに取って2回ほどですね、この糸に針を刺してしまうみたいです。1回、2回と通して、わかりますかね、この状態にしてこっちに引っ張るらしいんですが、どうでしょう。これで抜けなくなるってこと？こんな状態に今なってますね。これでいいのかな。で、もう片っぽですね、この針を通した糸の反対側にもう一本の糸を通すと。で、こっち側も同じようにやるみたいですね。一回通して、もう一回、とりあえずこれでいってみましょうか。合ってるのかわからないですが、これでやってみましょう。今サイトを見てるとですね、この3番目の穴から、まずこっちからまず進行方向とは逆に縫って、それから進行方向に戻っていくことで、ここが二重にできると。で、二重にできると強度的にですね、この端っこの方っていうのは強度がやっぱり必要なので、強度を保つためにはそれがいいよっていうことだったので、まあ、その通りにちょっとやってみようと思います。まずは針を通します。あ、いきました、見ました、今意外とすんなり通ってくれました。で、
とりあえず針を穴に通して、とりあえずですねこの針が2つあるので、この糸がちょうど真ん中に来るように今伸ばしました。でこれをこう入れていけばいいのかな、引っ張る、引っ張ってちょっとですねこんな感じでちょっと残すみたいです。残した状態で、もう片方の糸をここに刺していくと。で刺したらこの輪っかを通して、これでいいのかな、ここまた縫っていくと。でまた同じように通ったので、ここで一度また戻っていきますってことでいいんだと思うんですけどね、まあ、とにかく縫っていくしかないんでしょうね。ガシガシ、どっちがスタートか分かんなくなってきますね。これ結構こういうのが苦手なんですよね。とりあえずやっていきましょう、ただただ難しいですねこれ。縫うってことをしたことはないですからね。一応ですね、こんな感じでできました。一箇所ですね、間違っちゃってここ縫えてないんですけども、まあ一応形になったのかな。どうでしょうね、これで果たしてできたって言えるのかどうか。まあまあとりあえずこれ最後ですね、固結びをしてます。でここを炙って温度をつけたらいいのかな。この辺のやり方もですねちょっと間違ってる可能性が大なので、まあ、ちょっと勉強ですねこれは、はい、一応こんな感じで。どうでしょう、やってて思ったのが、まず糸はだいたいこの周りを測って5倍っていう風にしたんですけども、それじゃ足らなかったですね。ちょっとほんとギリギリだったんで、ああいうやり方で測るんであれば多分7倍ぐらいはいるんじゃないかな。この針を、長い方がいいからっていうんで、長い針を開発したっていうお話だったんですけども、確かにですねいきなりこれから始めたんですけども、長い方がおそらくやりやすいですね。こう刺して刺すのも刺しやすいですし、こうどんどん縫っていくときに短いと多分やりにくいんじゃないかな。次回行った時はですね、この針もうちょっと買っとこうかなと思ってます。あと縫い方はですね結構単純なんだけど、これ多分見る人が見たらわ汚ってなるんでしょうけど、一応形にはなってるのかなって感じがします。これですね、この目打ち、この目打ちをこう一応ですね全部貫通するまでやったんですけども、ちょっとですね裏側がやっぱり穴がちっちゃいというか、でこう合わせた時に、一応同じように打ったつもりなんですけども、多分ずれてるんでしょうね。ずれてるから、ちょっと針が入りにくいとかっていうことがありました。何個か作っていけばですね、まあそれもちょっとは違うのかもしれないんですけども、もうすごいこれ見た目はすごく単純だと思うんですけども、実際やってみると結構これだけでも疲れちゃいましたね。さあとりあえずこれでまずお片付けからやりましょう。今度はレザークラフトの収納ボックスを買わないといけないですね。なんかどんどん趣味に走ってる感じはしますけども、まあ、楽しいからいいということにしましょう。でスキレット
といいんですけどね、どうだろう、ギリギリか、ギリギリなのか、ギリギリか、おう、つきましたよ。どうすかこれ、こんな感じで。ただこのちょっと端っことかがギザギザなんで、この辺を仕上げてみようと思います。最後あれですかね、トコノール、あ、そう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 、あとこの糸をちょっとこう押さえてあげるといいらしいので、ちょっと押さえておきましょうね。はい、押さえました。とりあえず流れとしてはまずこの角ですね、角を落としていきましょう。わかりますかね、今この角張ってるんで、これをこいつでちょっと落としていこうと思います。結構地道な作業ですよねこれ。実際ですね、これ自分で作ってみて思ったのが、結構革製品っていい値段するじゃないですか。でいい値段するんだけど、いや、いい値段するだけの仕事をですね、革職人の人ってのはされてるんだなってのがよく分かりました。で角を落としたらですね、今度はちょっと微妙に合ってないライン、これも削り落としていこうと思います。こうやって作ったりするのをですね、見ていただいている方もいらっしゃると思うので、新しい趣味として始めてみるのも面白いかもしれませんよ。ちょっと初期投資はね、いくらかかかるとは思うんですけども、初期投資をしてでも楽しめる趣味としてはおすすめできるんじゃないかなと思います。これがですね、どんどん大きいものを作っていったら楽しいでしょうね。将来的には財布とか作りたいなと思ってるんですけど、ただ今回最初の第一弾としてですね、このスキレットカーバーを作りましたけど、これで良かったなと思います。ちょっといきなりね、ナイフケースはハードルが高かったかも。じゃあですね、トコノールを出して、これですね、これを使ってここに塗って、これで磨いていくっていうことをやってみようと思います。まずつけましょう、横の方につけていきます。ちょっとはみ出してるけど、まあいいか。最初はですね、すごいザラザラしてたんですけども、確かにこれでこれ慣らしてあげるってことかな。これやると多分全然違いますね。ああ、これはこのタコノールって絶対いるんだな。磨いたところをお見せしましょうか。もともと皮の端っこってこんな感じになってるんですね。わかりますかね、こういうザラザラした感じなんですけども、これで磨く、トコノールで磨くことによってこんな感じになってます。わかりますかね、ここ実際売られてる革製品ってこういう風に全部仕上げてありますもんね。これをやったことによってだいぶ、ちょっとここ汚くて申し訳ないんですけどね、この辺は愛嬌ということで、結構綺麗に仕上がりました。でこの革に何か、仕上げをしたいところではあるんですけども、今ちょっとネットで見たところによると、蜜蝋ワックスでツヤも出るみたいなので、ちょっと蜜蝋を塗ってみましょうか。ああ結構変わるかも。わかりますかね、いい感じにこうしっとりした感じになってきました。こっちとこっちだともう全然違いますよね、色が。
いいんじゃないですかね、ミツロ。ミツロマックス使えるな。これホームセンターで300円ぐらいで買いましたよ、ミツロマックスは。ちょっとですね、さっき説明した通り、ここが縫うの間違っちゃって縫い目がないんですけど、初めてにしてはまあまあですかね。どうなんだろう、まあ、とりあえずこれをこのスキレットにつけるとこんな感じ。さあ、とりあえずこれは例によって30分ぐらい置いた方がいいのかな。30分ぐらい置いとこうと思います。はい、じゃあ大体30分経ったのでやってみましょう。結構きつい感じで、きつい感じぐらいがちょうどいいんだろうな。うん、出来上がりです。あと、まあこの辺に刻印とかもできれば入れたいんで、まあ、ちょっと刻印の方法もまた考えましょう。で、とりあえずまずこれがダイソーのスキレットで、先日ですね、こちらニトリのスキレット、これも買ったんで、ニトリのスキレットにも作れればなと思ってます。ニトリのスキレットはですね、ちょっとこれはやっぱり入らないので、ちょっと大きさが違いますからね。ここの大きさが違うので、これはこれでちょっと別のカバーを作ろうと思ってます。皮はまだこんだけ残ってるので、まあ、余裕で作れるでしょうね。で、こんだけ残るので、これはやっぱりナイフケースですかね。ナイフがこの大きさなので作れないことはないんじゃないかなと思います。ナイフのケースはですね、ちょっと形を考える必要もあるので、すぐにはできないかな。ちょっともしかしたら自分も作ろうと思う人もいるかもしれないので、一応ですね、長さを言っときましょう。高さが 8.9cm、 大体 9cm ぐらいですか。で、この横幅が、これ見てちょっときついから、まあ取れないですけどね、取れないんですけど、ちょっときつすぎるからもうちょっと広めがいいかなっていう方は 4.5cm ぐらい、 4.5cm ぐらいですかね。 4.5cm ぐらいで作るともうちょっと余裕が出るかもしれないです。このちょうどいいぐらいがいいよっていう方は 4.2 センチで作られるといいんじゃないでしょうか。で、ここのカーブのところですけども、高さが 8.9 センチある中で、ここに1回線を引いてるんですけども、この線が 1.3 センチ、高さが 8.9 センチの横が 4.2 センチの長方形を作ってもらって、この端っこから 1.2 センチか3センチぐらいのところに横に線を引いて、こうカーブを作ってもらえると、ちょうどこれと同じ大きさができるはずです。うん、一応端っこの処理とかも結構、端っこの処理とかも一応できたような感じですかね。という感じでですね、今回はこちらのスキレットカバー、これを作ってみました。それではまた次回に。